注目の立ち上がり、ファースト正面です。ウォーターキャンバスを踏んでワンアウト、しっかりとこう主導権を握っていくゲームが増えてくればという話をされてましたけどね。まあ今日どのチームもやっぱ先に点を取っています。フェアです。タッチしてアウト、キャッチャーゴロ、セカンドほぼ正面です。西野からウォーター、サードワンバウンド、宗一塁送球、ランナーはスタートを切ってきます。スイングアウトの三振です。スリーアウト、ランナー一塁に残塁です。悪くても2割7分8分打ってくれないと、はい、で外崎選手もですね、そうですね、この2人が本当に、まあ、そういうところもね、うん、苦しいでしょうけど頑張ってほしいですよね。はい、太田バックハンドボール取って打てる、はい、ボールじゃないんで、ね、そしてスライダー、最後のスライダーです。これはね、バッターはもう、はい、完全に頭から消してましたね。外のスライダー、それまで進化系の打ち上げてセンターへのフライです。センターに茶の柄加点、ボール取って打ち上げてレフトの前です。西川、ファーストゴロ、太田取る、キャンバスを踏む、スリーアウト、三遊間、一つアウトを取ります。そうです ねランナー走って打っていきますが、セカンドゴロです。サード前、一塁に送る、それましたがアウト。5球目、ここでチェンジアップ。いい球です ね。その前の三振、球がこう腰あたりからね、くるの戻ってくる球 で、はい、でこれも同じようなとこから見えてると思う。ここは初球打って滝沢ファーストゴロ、セカンド正面です。西野から太田、スイングアウト、いい落差ですよ ね。右にも投げれるっていうのがね、走って三振です。ランナーセカンド、ショートゴロ、デバイスさばいてスリーアウト、ランナーセカンドに残塁。しかしこの7回はランナーセカンドに置いて児玉。